日本が電磁砲の開発を本気で行うことが分かった。今回はこの電磁砲開発を詳しく見てきますね。2022年度の予算が大幅にアップしています。これは来年には完成するのかな？4月15日は、北朝鮮の初代独裁者であるキム・イルソンの生誕日であり、今年2022年は、ちょうど生誕110年を迎えることから、これまでのこうした記念日には、何らかの軍事的なアピールを行ってきた、同国の動向が注目された。今年に入っても、複数回の各種の大陸間弾道弾や、巡航ミサイルの発射を繰り返していた北朝鮮だったが、この4月15日は、これといった派手な動きは確認されず経過し、日本にとっては、ひとまずは安堵の声も聞かれたと言える。北朝鮮のミサイルの脅威に対しては、日本はこれを迎撃するシステムとしてミサイル防衛を推進してきており、イージスシステムを搭載した護衛艦や、陸上配備型のイージス・アショアでの対処が、その基本に据えられていた。しかし、多くの方の記憶にも新しいと思われるのが、陸上配備型のイージス・アショアの配備中止であり、2020年6月に、ブースター部の落下時の安全面の担保ができないとの理由で、これは、急遽取りやめとなった経緯がある。イージス・ショアは、海上自衛隊のイージス艦のように、艦艇そのもの保守から、乗務員の確保、訓練といった負荷が少なく、24時間体制で、ミサイル防衛の実現を果たすと、喧伝されていただけに、日本の今後に、大きな波紋を投げかけた。結果的には、イージス・ショアの代替策としては、現行のイージス護衛艦らのように、タニウムにも従事する可能性がある汎用性破砲機し、ミサイル防衛任務のみに特化した新たな艦艇を導入する案が決定されている。ただし、こうした状況もあってか、日本の防衛省では、レールガンの開発に、2022年度の防衛予算案において、約65億円を投入する方針を打ち出しており、新たなミサイル防衛を担う IL 兵器として、実用化を目指す方向にある。レールガンとは、通常の削薬等の火薬を使用して、砲弾を発射する火砲とは異なり、砲弾自体を物理学でいうところのローレンツ力によって打ち出す兵器であり、数多の SF 作品等でも取り上げられることが多いものだ。基本の物理的な原理はシンプルであるのが、レールガンの特徴であり、並列に配置された2本のレール上に、砲弾を乗せ、レールに通電させることによって、電磁力を生じさせ、その力で、砲弾を射出するというのが、大まかな構造である。このように、レールガンの仕組みそのものは、比較的に単純であるため、20世紀初頭には、兵器としての研究に、各国が取り組み、フランスをはじめ、ドイツや日本などでも、両世界大戦期に研究、開発は施行されたが、実用化には程遠かった。それは、当時の技術力では、砲弾を撃ち出すのに、必要な大電流を確保し通電させることが、事実上不可能だったためと言われており、一つのレールガンを運用するには、複数の発電所の電力が必要になるとの結論だったようだ。その後の技術の進歩により、1960年代に高効率な単極発電機が実用化されたことで、再びレールガンの研究は行われ、主として1980年代の冷戦末期のアメリカでは、宇宙を戦場とした場合に使用することを機として、これが推進された。しかし、1991年には、冷戦構造時のアメリカの最大の敵国、旧ソ連が崩壊を迎えたことで、宇宙にも及んだ軍拡競争に、ひとまずの歯止めがかかることとなり、ここでも、レールガンは、実用化にまでは至らず、研究のみが継続される。そんなアメリカだが、
同国海軍とその依頼を受けたイギリスの軍需企業 BAE システム社が2010年には試作機のレールガンの開発に成功、重量 10kg 強の砲弾を打ち出すに至り、艦艇搭載を前提とした実用化を目指した。当時のアメリカ海軍は、これをベースに、艦艇搭載型で、射程距離約 160km をクリアする、レールガンを、2016年を目途に開発。2020年までには、実際に艦艇に搭載して、試射を行う方向で、開発を推進していった。ここで、アメリカ海軍が、目標として定めた、レールガンのスペックは、射程距離約 160km で、毎分10発の発射を想定しており、これを実現するには、発電出力で、25MW が必須であるとの試算がなされる。ちなみに、25kW という発電出力は、2020年に、東芝インフラシステムズ社が、宮崎県の日向市に建設した、太陽光発電施設全体と同じであり、太陽光でこれを実現するためには、なんと、東京ドーム11ケ分に相当する面積を必要としている。アメリカ海軍に現存する艦艇で、この、25kW という発電出力を確保可能であったのは、多数の新機軸を取り入れた余波で、開発コストが高騰、冷戦の終結もあり、わずか、3隻で建造が打ち切られた。ズムボルト級駆逐艦のみだった。そして、アメリカ海軍の主力駆逐艦であり、現在も建造が継続されている、アーレイバーク級イージズ駆逐艦で、ズムボルト級同様に、レールガン用の発電出力を確保しようとすれば、大幅な電源供給のための改装が必要と考えられる。その改装には、おそらく、アーレイバーク級駆逐艦の主兵装であり、対空、対艦、対地、対戦等のあらゆるミサイルを運用しているマーク 41VLS 垂直発射装置の96セルの大半を撤去して、スペースを確保する方法しかなかったようだ。そこまでして、アーレイバーク級駆逐艦の戦闘能力を低下させることは現実的ではない上、その間にも、巡航ミサイルの長射程化は瞬く間に進行し、射程距離でレールガンが約 160km を目標としていたのをはるかにしのぐようになった。現在では射程距離 1000km 級の巡航ミサイルが多数開発され、実戦配備が始まった上に、これらの中にはマッハ5以上の極超音速へ行きも含まれており、レールガンの優位性をすべて凌駕してしまったと言わざるを得ない。こうした状況を受けて、アメリカ海軍では、レールガン開発を一時中断しているように見えるが、すべて中止にしたとまでは言えず、問題点、課題点を整理して、今後の方向性をいかに定めるのかを判断しようとしているのだろう。話を日本のことに戻せば、防衛省が進めているレールガンは、アメリカ海軍が開発を進めていたものよりも、4割ほど低い電力で稼働が可能だと見込まれているようで、現状では実用化のハードルは高いと認識されていると思われる。しかし、多くの軍事関係者からは、世界で最大の予算、規模を誇るアメリカ海軍であっても、事実上断念したレールガン開発を日本が独自に完成させることが可能なのか否かについては懐疑的な意見の方が主流のように見える。ただし、日本が研究中のレールガンはアメリカ海軍で目慮したと言われるアーク砲電という技術的な課題を乗り越えたとも言われており、その意味では世界で最も進んだレールガン開発国だという指摘もある。
防衛省が2021年8月末に公表した令和3年度事前の事業評価によれば、日本でのレールガンは各種のミサイルを迎撃する対空用途以外に対艦、対地攻撃の用途にも活用を目指していることが記されている。ことに、対艦用途に向けては、レールガンで射出した砲弾によって、敵艦艇の船体を火立てすると表現されており、近年は、物理的に細かい砲弾で、艦艇へ有効な打撃を与えることは困難との指摘が多数を占める中では興味深い。案内人の浅香です。今回は、出雲誕生となるきっかけとなった2つの日向、護衛艦と大隅、輸送艦を詳しく見ていきますね。F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲、日本が待ちに待った空母化です。常時艦載ではないのですが、F-35B 戦闘機は、ニュータバル基地に配備されます。ロシア情勢次第では、北にも配備されると考えています。抑止力効果は絶大です。周囲を、広い領海や接続水域に囲まれた島国の日本にとって、その防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷、とともに装備する艦艇の強化と進化を継続しており、新たな艦級、分野への進出も、政治と連動して進められてきた。そうした状況下で、近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気、知名度、規模のいずれからも、最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、かたたる、出雲、と、他の二隻だと言ってよいだろう。出雲、型護衛艦は、自衛隊の艦種分類上からは、ヘリコプター搭載型護衛艦とされ、略称として、DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からは、おおむねヘリ空母として認識されており、その範疇で語られることが大半である。出雲、型は、基準排水量19500トン。満載排水量26000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水 7.3m と、名実ともに、海上自衛隊で、最大の規模を誇り、最大で、14機ほどの各種のヘリを搭載可能だ。これらヘリの最大5機の発着艦スポットを、飛行甲板上に備える出雲、型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、それらを対潜哨戒任務によって封じ込めることが最大の目的だった流れから生み出された。1991年の旧ソ連の崩壊後、その後継国家となったロシアに対して、この方向性は持続されたていたが、2000年前後には、
急速な経済発展を背景に海洋進出を進める中国海軍が日本が最も警戒べき仮想敵国へと置き換わった。こうして中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、その防衛を担う上では中国海軍艦艇の接近を阻止する方策の確立が最大の関心事となったといえる。南西諸島における中国海軍の接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須となるが、現状航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島くらいしかなく、そのカバーが求められた。これは中国との有事の際には在日アメリカ軍基地も集中している沖縄本島は初動の攻撃でその滑走路の機能を破壊される可能性が生じるためであり、そうした事態に対応するためにも陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討された。その結果に導き出された結論がアメリカのロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機F-35 ライトニング 2B 型であれば、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようというものだった。こうして、2015年から収益を迎えていた出雲型に対し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、運用可能な艦艇とする航空母艦化改修が決定され、太平洋戦争以後初となる。海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなったといえる。出雲型はもともと通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースに変更を加えることで航空母艦化されることになるが、これより以前にも海上自衛隊には同様の形式の艦艇が存在していた。それが1998年から3隻が就役している大隅型輸送艦と、2009年から2隻が就役しているヒューが片護衛艦であり、出雲片護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してき艦艇である。大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では、LST、戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では、ドック型輸送上げ揚陸艦と見るのが一般的なようで、艦尾にあるウェルドックから、2隻の大型の L 脚1級エアクッション型。揚陸艇を運用可能である。ただし、隅型輸送艦は、基準排水量8900トン、満々載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルと出雲型に比べれば、はるかに、規模的には小型な艦艇だと言える。隅型輸送艦が、全通式の飛行甲板を有するにもかかわらず、ヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターの常時搭載を前提としておらず、したがって、そのエレベータも、ヘリのローターをすべて外さないと、運用ができない点が挙げられる。また、艦内も、こうした事情を反映して、ヘリ用の専用の格納庫としては設計されていない点や、それゆえに、ヘリの整備能力も付与されていないため、その艦内への収容は、あくまで応急的な運用に止まり、基本は、飛行甲板への露天駐機が前提となっている。それでも、隅型は、南西諸島の島嶼防衛を担う上では、大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両のよう陸の力を備えることから、陸上自衛隊に新設された
水陸機動弾頭の戦力投射に必須の艦艇だと言えるだろう。出雲、型に先んじて全通式の飛行甲板を持たせ、航空機の運用能力に主眼を置いたという点から見れば、その前身となったのはやはり2009年から2隻が就役しているヒューガ、片護衛艦が最初であったと見て間違いない。ヒューガ、片護衛艦は基準排水量 13,950トン、満載排水量 19,000トン、全長 197.0メートル、最大幅 33.0メートル、深さ 22.0メートル、喫水 7.0メートルの規模であり、およそ出雲、型の 70% 程度の排水量と容積を持つ。ヒューガ、片護衛艦には各種のヘリコプターが最大で4機搭載が可能とされており、その全通式の飛行甲板には4箇所の発着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時発着陸は3箇所で実施することができる。ここでヒューガ、型と出雲、型々の大きく異なる点の一つとして挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲であるシウス2機と防空ミサイルリム116を2機搭載するのみである。これに対してヒューガ、型は 20mm バルカン砲のシウス2機は同様ではあるが、324mm の三連装の MK32 魚雷発射管2機と MK41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セルに16発の艦対空ミサイルと12セルにアスロック対戦ミサイルを収容している。出雲、型が必要最低限の固艦防空能力のみを搭載し、対戦用の兵装等は護衛に随伴するであろう他の護衛艦に任せる方針であることに比べ、ヒューガ、型は単艦での対戦水艦戦闘に従事することも想定されたものだと言えそうだ。今でこそ出雲、型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、ヒューガ型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することに対しての国内のコンセンサスもまだ十分に図れてはいなかった。そのためホスミ型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入は行えていたものの、ヒューガ型の建造に際しては政治的な反発も考慮してか、三つの艦隊の設計案が提唱されており、いわば反応を見つつ推進されたというのが実情のようだ。一つ目の案は、それまでに存在していた春名型、白根型と同様に、艦の後部のみに、大型の飛行甲板を設置するもので、二つ目の案が、艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで、前後に区切られた飛行甲板を持つものだった。結果的には、現行の全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ、最も合理的でかつ、運用効率に優れた形に落ち着き、その後の出雲、型へとつながる実績を作ったわけだが、今から考えれば、覚醒の感が拭えない。
案内人の浅香です。中国が最新鋭ステルス戦闘機 FC-31 を売り出しした情報をキャッチしました。今回はこの FC-31 ステルス戦闘機を詳しく見ていきます。あれですね、F-35 戦闘機の総発版って感じで、パクリ商品です。気になるのはステルス性能でしょう。中国の最新鋭戦闘機といえば、いわゆる第5世代戦闘機であり、近年に、ようやく、機関部の国産化の目途が立ち、今後、急速に配備数を増加させてくると、予期されている J20 を、真っ先に頭に浮かべる方が多いだろう。しかし、中国では、こうした J20 とは別に、輸出用の第5世代戦闘機も並行して、開発を進めており、同国の遼寧、宜昌瀋陽に、本拠地を構える瀋陽飛機工業集団は、独自に、別の機体を準備している。この瀋陽飛機工業集団が、開発を行っている第5世代戦闘機こそが FC-31 であり、稀に中国軍が正式採用した際に付与される形式名 J31 で呼ばれることもあるが、厳密には、未採用で、輸出用の機体とされる。この FC-31 は、広東省玉海市の樹海金湾空港において、各年で開催されている、中国国際航空宇宙博覧会の2014年時に初披露され、J20 よりも小型でありつつ、同様に、総発の機関部を備える同機の存在は、広く知られることとなった。続いて、FC-31 の知名度を向上させたと、おぼしき出来事は、2020年に発生し、それは、中国の SNS であるウェイボー上に、同機のテスト飛行中とされる写真がアップされたもので、実用化が近いであろうことを予見させたと言える。J20 が、ステルス性能を追求する上では、難があると言われている、カナード翼を装備していることに比して、FC-31 は、アメリカの F-22 ラプターや F-35 ラトニング2に、全体のフォルムも近いものを感じさせる機体でもある。こうしたデザイン上の特徴からも、FC-31 は、J20 よりも、レーダー反射断面積が低減されていると見られており、複数回の仕様変更の末に、現状のような、アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機に類似してきたものだと言えそうだ。前述のように、中国軍には、これまでのところ FC-31 を採用する計画はなく、同機は、輸出用に製造される機体であるとの見通しが表明されていたが、2020年7月に、中国メディアの環球時報が、新型の航空母艦艦載機の開発を伝えたことで、多少変化も生じた。それは、そこで報じられた中国海軍向けの新型の航空母艦艦載機が、この FC-31 をベースにして開発されているのではないかとされたためであり、今後収益させる予定のカタパルト搭載型の航空母艦に向けた機体である可能性が高まった。これを裏付けるかのように、2021年6月には、湖北、釜山の武漢にある中国軍の施設に、FC-31 のシルエットに類似した機体の原寸大のモックアップが確認されており、その後の続報は、ないものの艦載機、仕様があることは間違いないようだ。さて、こうした一連の動きで、認知率は徐々に向上してきた FC-31 であるが、肝心の輸出需要という点では、パキスタンやアルゼンチンが検討しているとの情報もあったが、現時点では、いずれも確定していない模様で、新たな報道はない。ただし、中国は、FC-31 の海外輸出を本格化させる計画を推進しており、今年2022年2月には、同機を戦略商品としてセールスするため、これを推奨する組織を設けており、アメリカの F-35 ライトニング2や、ロシアのチェックメイトと互いしての受注を狙っている。そうした活動の手始めとして、
中国が動いたのが、中東のサウジアラビアを対象としたもので、同国で開催された展示会に、各種の対空システム類や輸送機、無人航空機を多数送り込み、その中に FC-31 も無論含まれていた。中国での報道によれば、開催国であるサウジアラビアは、もとより同じく中東のイエメンやイラクなどの国々の関係者が、これに興味を示したとしており、自国を持ち上げる傾向があることを考慮しても、第5世代戦闘機への関心は高いのだろう。そもそも、2022年3月の現時点で、海外への輸出が行われている第5世代戦闘機は、アメリカロッキード・マーチン社の F-35 ライトニングにのみであり、これは、日本を含むアメリカの同盟国、準同盟国に限定されている。中東地域で、現在までのところ、唯一の F-35 ライトニングに採用国となっているのはイスラエルのみで、同国は、通常滑走路で運用する A 型を、50機導入済み、追加で25機まで拡張される可能性があることが、ほぼ、間違いないと見られている。さらに、イスラエルでは、現在運用中の F-16C 及び T ファイティングファルコン約130機弱を F-35 ライトニングに A 型に置き換えることも検討中とされ、これが同数で代替されるとなると、日本の147機を抜いて本国アメリカに次ぐ世界2位の保有数となることも考えられる。イスラエルはアメリカと強固な軍事的関係を構築しているため、ここまで行く可能性も、極めて高く、現実的にもあり得ると揉めされているが、そのイスラエルの中東地域における軍事的な優位性を担保するためもあり、近隣国への同機の輸出にはアメリカも慎重だ。そうした中で、2020年にそれまでの対立姿勢を改め、イスラエルとの国交を回復したアラブ首長国連邦に対し、アメリカはその動きを評価し、最大で50機とされる F-35 ライトニング2A 型と無人航空機等を一度は輸出する契約を締結した。これは、アメリカにおいて前トランプ政権での最後日、2021年1月20日での決断であったが、後を継いで、政権の座についたバイデン大統領は、アブ首長国連邦が行った、イエメンやリビアへの攻撃を考慮して、その履行を中断させる。このバイデン政権の動きを受けて、アラブ首長国連邦側も、2021年12月は、アメリカとの間での F-35 ライトニング2A 型の調達協議が、一時中断となったことを正式に表明、イスラエルに次ぐ中東国としての同機の導入は、閉ざされることとなった。こうしたアメリカ政府の判断によって、政治的に、F-35 ライトニング2A 型の輸出の可否は左右されるため、これは、同国が、同機を、外交のカードとして、自国の政策に従わせる、有効な手段と化しており、特に、中東においては、そのハードルは高い。しかし、第5世代戦闘機という括りで見れば、ロシアが輸出を目指している、チェックメイトも、同国の苦しい経済状況により、無事に製造を行うことが困難と見られており、その意味でも、中国の FC-31 は、それらのニーズを汲み取る可能性がある。ただし、今回中国が交換色だったと見ているサウジアラビアも、戦闘機としては、F-15C、T-Eagle、ユーロファイタータイフーン、戦闘爆撃機としては、F-15S、A イーグル等西側諸国の機体を採用してきており、兵装面を含め、容易な調達には疑問符がつく。そのため、どちらかといえば、従来より、旧ソ連、現ロシア製の戦闘機を採用している国の方が、中国の FC-31 に対する、親和性は高いのではないかと
個人的には思えており、ロシアの今後の動向いかにこれはかかっているようにも見える。近年の戦闘、戦争では、トルコ製の無人航空機、バイラクタル TB2 が、その有用性を世界に示していることもあり、中国が FC31 のセールスを軌道に乗せるには、こうした分野との抱き合わせで、安価に提供する戦略が近道のようにも感じられる。トルコといえば、ロシアから、後対空ミサイルシステム S-400 の調達を強行したため、アメリカから F-35 ライトニング 2A 型の供給を止められたことも記憶に新しいが、同国が開発を進めている第5世代戦闘機が台風の目となる可能性もあるだろう。現在、政府主導で設置を進めている敵基地攻撃能力。非常に残念なことに、年々、その必要性を訴える声が高くなってきました。理由の一つは、中国、北朝鮮などの動きです。中国は、尖閣諸島を含む南西諸島付近の海域で、領海侵犯ギリギリの違法行為を繰り返しています。北朝鮮は、どこに作る金があったのか、ICBM までも日本海に打ち込むようになりました。国民が食糧難に陥っているとして、国際的な援助を求めたのは、いつの話でしたっけ？案内人の浅香です。今回の主題は、日本の敵基地攻撃能力についてです。閣議決定されたようですが、いつものように国民に説明が足りないので、今一つ騙されているような気分を感じている人も多いのではないでしょうか。2020年12月18日の閣議で、スタンドオフ防衛能力の強化が承認されました。同時に、陸自が現在運用している、1-2式地対艦誘導改良型として開発している、1-2式地対艦誘導弾、改めをより発展させた長射程の、1-2式地対艦誘導弾能力向上型の開発もスタートすることを決定しました。2021年、令和3年から2025年、令和7年までの期間に394億円をかけて開発することが決められたのです。1-2式地対艦誘導弾は現在運用中ですが、この射程距離は百数十キロメートルと見られています。2022年まで射程を200キロメートルまで伸ばす1-2式地対艦誘導弾。改めの開発を終了する予定になっています。この閣議決定では、上記の改めの射程距離を一層延伸させて 900km まで伸ばし、最終的には 1500km に延伸することとされています。それが12式地対艦誘導弾能力向上型ということになります。この向上型には、海自の超音速ザラ対艦誘導弾 ASM3 と、現在防衛省で研究開発している
当初防衛用新対艦誘導弾の成果などが注入されるでしょう。長射程化のための大型主翼を展開するテクノロジーとジェットエンジンの作動領域を広げ、発射プラットフォームを多様化するため、地上の移動発射台や海上艦船、航空機からも発射可能な開発を進めることになります。その他にも、衛星 GPS を使った誘導システムやステルス性能の向上も図られているのです。こういった最新の優れたテクノロジーを注ぎ込むわけですから、開発費総額は1000億円を計上すると噂されています。では、日本がこの一蓋式地対艦誘導弾能力向上型の開発を急ぐに、理由とは何でしょうか。それは、インド太平洋地域での中国海軍への抑止力を強化することが目的です。毎日のようにニュースになっていましたが、中国は今まで日本本土やアメリカ軍のグアム基地までも射程に入る中距離弾道ミサイル固地シリーズの開発を進め、同時に配備も増強してきました。2020年のアメリカ国防総省の報告書によると、中国軍は2019年時点で射程 500km から 5500km の地上発射型ミサイルオトン、プー26空母キラーと呼ばれるを含め1250発以上も保有しているということです。また北朝鮮も無視できません。この国も日本全土が射程配備スカット ER やノドンなどの中距離弾道ミサイルの発射実験を何度も何度も行っていることは嫌というほどご存知でしょう。実験は成功していることもお分かりですね。日本だけでなく、グアムも狙える火星12型も開発されているのです。日本政府は北朝鮮への抑止力として、長射程のミサイルを配備する必要があると言っています。とはいうものの、以前には、こういったミサイルへの対抗手段として、現在空自が運用している F-15J に、長射程の空対艦ミサイルを搭載する、改修計画がありました。しかし、それに要する費用が、当初予算から大幅に膨らんだため、保留となっています。それだけでなく、アメリカとの交渉が再開される目途も何も立っていません。ですから、日本政府と防衛省は、国産の一蓋式地対艦誘導弾を量して、航空機の発射できるようにすれば、国内の技術によって F-15J の搭載が可能に考えて、その開発を急いでいるのです。日本は、今まで、憲法第9条によって、先制攻撃可能な超、中距離射程の弾道ミサイルや、巡航ミサイルの開発や装備を回避してきました。敵基地攻撃能力の保有については、以前から話題になっていたのですが、アメリカとロシア中距離核戦力全廃条約、INF を締結していたため、この下では、開発を進めることは、なかなかできなかったというわけです。しかし、2020年6月、当時のトランプ大統領は、INF の廃止を宣言しました。アメリカが戦力を減らすことは、認められないということだったのでしょうね。日本にとっては、重しが取れた、アメリカに遠慮することはないといった気分だったようです。アメリカ軍が、東アジアでの中距離ミサイル配備の検討をスタートしたので、日本では自衛隊が地上発射型中距離ミサイルを持つことへの協議が水面下でこっそりと進められてきたと推測されます。トランプ氏の後に大統領に就任したバイデン大統領と岸田首相との首脳会談では今後の日米安全保障戦略の骨子である国家安全保障戦略の改定について議論が進められると思われます。この中では、
自衛隊の敵基地攻撃能力保有についても議論されるものと見込まれています。まあ、アメリカの側から見れば、自衛隊が敵基地攻撃能力だけではなく、東シナ海での敵艦隊攻撃能力を持てば、自分たちの負担が少しでも軽くなるわけですからね。喜ばしい話というわけでしょう。だったら、思いやり予算という強制的寄付金も減らしてほしいものですが、それを口にする総理というのは今まで存在しませんでしたよね。さて、岸田首相は自民党総裁選から敵基地攻撃能力の保有を公約に挙げてきました。この理由は、前述のアメリカ側の事情と後押しがあったからと推測されますが、日本国内で憲法9条を盾として反対している人々を抑え込めると判断したこともあったとも見受けられます。ここで、お隣中国の様子を見てみましょう。やはり、自衛隊が敵基地攻撃能力を保有することに関して、非常に強く反発しています。古くは、日中戦争に思いを馳せなくても、中国の反応は当然といえば当然なのですが、やっぱりね、といった感じですね。海地が出雲、片護衛艦を空母に変えて、最新鋭第5世代ステルス戦闘機 F-35B を搭載することへも反発はありましたが、それよりもずっと強い反発を見せています。逆に言えば、日本が中距離ミサイルを持ったら、中国への強い脅威になると考えている証拠にもなるようです。敵を攻撃する戦力を持つより、敵の攻撃を撃ち落とす戦力即時弾道ミサイル迎撃能力を向上させるべきではないかという意見もあります。が、中国がミサイルを発射してから日本が迎撃するのは、残念ながら至難の業ですし、極超音速ミサイルであったなら、迎撃は全くもって不可能なのだそうです。でも、秋田に配備したいと大騒ぎした末に白紙撤回した地上のイージスアショアは、敵のミサイル迎撃用兵器だったと思うのですが、性能が異なるのでしょうか。敵基地攻撃能力保有希望意見では、最も重要なのは、ミサイルを発射させないこと抑止力という式が成り立つようです。日本では絶対無理ですが、核弾頭を装着してなくても、中国本土の主要軍事施設などを標的とした超中距離ミサイルを日本は多数配備していると、匂わせただけで抑止力につながるという考えなのでしょう。また、現状日本では弾道ミサイルや核兵器開発が困難なことを中国もわかっているはずですが、その気になれば、さして時間もかからず、開発できるテクノロジーを有していることもわかっているはずですから、ひょっとしたらと懸念を抱かせるだけでもプレッシャーになるとは思われます。その第一段階として、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型開発が急務というわけです。しかし、政府内では公明党が敵基地攻撃能力の保有と兼法9条改悪に後ろ向きなので、自民党としてはネックになっているようです。もともと自民党が政権確保するために、当時は中道路線であった公明党が必要不可欠でした。しかし、自民党単独で半数を悠々と確保している今では、あまり頼りにならないというより、足かせと考える議員も多いようです。宗派を送るような国民民主党や主張が似ていた第二与党と呼ばれる維新の会などにすり寄る自民党ですが、公明党にっては恩知らずになりつつあるのでは？何よりも国民に真摯に向かい合って説明してほしいものです。
軍事的な動きが活発化しています。西側諸国の制裁への対抗処置でしょう。今回は、陸上自衛隊が、電子戦部隊を、北海道へ、配備について、詳しく見てきます。北海道での自衛隊は、一般市民が見ているより、深刻な状況で、アメリカとロシアの原子力潜水艦での、見えない部分で、一触触発状態へ突入しています。次に来るのは、日本へ侵攻してくるかもしれません。2022年3月28日、東京都練馬区の陸上自衛隊、朝霞駐屯地において、電子戦での任務を統括する新部隊の発足式が行われ、各種の電磁波を用いて、敵側の通信の阻害を担う全国の部隊を統合的に指揮することが期待される。陸上自衛隊では、すでに、これまでに、朝霞駐屯地を含み、北から北海道の留萌、東千歳駐屯地、長崎の佐柄駐屯地、熊本の健軍駐屯地、奄美大島の奄美駐屯地、沖縄本島の那覇、知念駐屯地に、電子戦を担う部隊を配備している。これらに加えて、この2022年度には、新潟の高田駐屯地、鳥取の米子駐屯地、鹿児島の仙台駐屯地の3カ所にも、電子戦部隊の新設を進めることになっており、全国的に急ピッチで配備する駐屯地を増加させる計画である。さらに、2023年度に、初島の津、島駐屯地、与那国島の与那国駐屯地にも、新規の電子戦部隊を配置することが予定されており、ここまで実現すれば、日本全国で13カ所の駐屯地に、電子戦を担う同部隊の配置がなされることとなる。これら全国13カ所のうち、特に南西諸島に4カ所、九州に4カ所と、全体の半数以上の8カ所が、日本の南側の地方に集中しており、物理的な戦力を有する部隊と同様に、中国からの南西諸島防衛に重点が置かれた配備計画であることが伺える。また、近年は、ウクライナ戦争と連動し、日本への軍事的な牽制姿勢を強めるロシアに対しても、北海道に2カ所を集中配置するなど、かつての旧ソ連時代の冷戦期と同様に、その上陸への警戒を怠らない体制を目指しているようだ。陸上自衛隊では、この2022年度までの電子戦部隊の4カ所の新設に伴い、これまで180名が充当されていた、この分野に、新たに150名を加えて、330名体制まで増強する計画としており、電子戦分野の強化を加速させる方向にある。陸上自衛隊では、これらの電子戦部隊に対し、ミュースと呼称される装備を配備しており、これは、ネットワークエレクトリックウォーフェアシステムの頭文字から、取られた略称であり、電子戦の中核を担うものだ。ニュースは、2010年度より開発が開始された電子戦システムであり、三菱電機と日本電機の国内企業が製造を担当、各種のテストを経た後に、2019年度より量産化に着手された、比較的新しい装備品だと言ってよいだろう。このニュースの開発に際しては、従来の電子戦システムに比して、小型化すること、機動性を高めること、開発、および維持コストの低減を図ることがテーマに掲げられており、これらに対応したシステム構成を目指している。ことに、旧ソ連との冷戦終結後に、日本が置かれた防衛の方針は、南西諸島を中心とした、島嶼部への中国軍の侵攻を防ぐという方向が打ち出されている7ため、これを色濃く反映した電子戦システムの開発が施行されたもと言えるだろう。そのため、ニュースを構成する各装置は、車両に搭載、若しくは、車両に牽引される形式ではあるが、
一部を除いて、これらは移動中であっても敵の電波の収集を行うことが可能となっており、課題であった機動性の向上を実現している。ニュースは、敵の電波を収集し、その妨害を担う4種5機の電子戦装置群と、他の友軍システムと、これらを連動させる電子戦統制装置から構成されており、複数の各種アンテナやレドーム類によって、多種多様な電波への対応を行う。もともと、ニュースは、2003年に、アメリカ軍で開始された NCW、ニューセントリックウォーフェアという新概念に基づき、それに対応すべく導入された C4I システムに準拠する、新たな電子戦システムとして、開発が始められた。NCW、ニューセントリックウォーフェアとは、アメリカ海軍のアーサー・セブロウスキーらによって提唱、創始された新時代の軍事概念であり、高度なコンピュータネットワークで、軍運用の即時化と効率化を図るものである。この NCW、ニューセントリックウォーフェアを具体化したものが C4I システムであり、コマンドコントロールコミュニケーションコンピュータインテリジェンスシステムの頭文字を略して、そう呼ばれている。アメリカ軍は C4I システムの発祥の組織だけあって、世界で最も進んだ同システムを保有、運用していると見さされているが、これらは、大きくは、作戦指揮と情報活動という、二つの系統からなり、それらは、さらに詳細な各システムから構成されている。当然、日本の自衛隊も、こうしたアメリカ軍の C4I システムに準拠したシステムを採用しているが、平成18年より、正式には C4I2 システムと呼んでおり、相互運用性を示す、インターオペラビリティの I が追加されている状況である。自衛隊の C4I2 システムは、最上くらいに CCG、中央指揮システムと呼ばれる戦略レベルのシステムがあり、この下に、各陸海空の3自衛隊が、それぞれの作戦レベルのシステムを配しており、さらに、その配下に、戦術レベルのシステムで構成されている。アメリカや日本のみならず、世界各国の軍で、こうした C4I システムに相当する内容の整備が進められてはいるが、作戦レベルのシステムにおいては、それを稼働させるに足る、通信設備を保有しているか否かが、普及の度合いに大きく影響していると言える。現在の作戦レベルのシステムに求められるものは、人工衛星による高速通信環境が必須であり、これを自国で打ち上げて活用可能な状態でなければ、その構築は不可能であり、航空宇宙分野における技術力を有している必要がある。こうした分野においては、多数の軍事用の人工衛星を独自に持つアメリカのような国家が優位であることは言うまでもなく、日本も軍事専用のものでないといえ、国家としての人工衛星を保有している点では、未だ優位性は損なわれてはいない。ただし、昨今のウクライナ戦争では、アメリカの著名な実業家であるイーロン・マスク氏のスペース X 社が提供する、民間の人工衛星を介した通信サービススターリンクがウクライナ政府に提供されたことも大きく報道されている。このスターリンクによってウクライナ軍はロシア軍攻撃によって通信インフラが損なわれた地域であっても反撃が可能となっているとされており、そこから得られるデータを無人航空機の攻撃等に利用していると見られている。スペース X 社はアメリカの一民間企業に過ぎないとはいえ、こうした他、スターリンクのサービスを提供可能とするために、すでに比較的低高度な宇宙に、およそ2500機もの人工衛星を打ち上げており、これは、いずれ1万機を超過するとも言われている。
その数に、スペース X 社が打ち上げる人工衛星が到達すれば、全地球レベルで、現在の固定回線並みの速度のインターネット通信が可能となると見込まれており、今後の軍事目的での使用についても、重要度が増すことは必須だと思われる。ちなみに、日本で、陸上自衛隊が、電子戦の分野を強化する契機となったと言われているのは、2014年のクリミア併合や、2020年のナゴルノカラバフ紛争におけるロシア軍並びに、ロシア製の関連兵器の成果を目にしたゆえだとされている。ウクライナ侵攻で、アメリカ国防省も、F-15 戦闘機の回収を急ぐべき、との見解で、電子妨害システムの回収予算を、ボーイング社に、契約変更の情報をキャッチしました。案内人の浅香です。今回は、航空自衛隊 F-15 戦闘機回収を詳しく見ていきますね。最新鋭戦闘機との組み合わせで、F-15 戦闘機の使用を考えている今、ハイテク技術の搭載は必須ですよね。追従してくるドローンなども、現在は存在します。やはり、対策は必須になってきます。日本の航空自衛隊では、最新鋭の55世代戦闘機、F-35 ライトニング2の調達が進められているが、2022年3月現在でも、数の上では、未だ、およそ200機弱を要する F-15J イーグルが、主力戦闘機の座にあると言ってよいだろう。航空自衛隊が保有している F-15J イーグルの大半は、大元のアメリカのボーイング社が、その当時製造していた短座型の C 型、複座型の D 型を、おのおの、三菱重工業者を中心とした、日本国内の企業分でライセンス生産した機体で占められる。日本の航空自衛隊が、F-15J イーグルの運用を開始したのは、今から遡ること41年前の1982年であり、第4世代戦闘機として、その静止空戦闘能力について、世界最強の呼び声も高かった同機の採用は、一部の反対勢力からは、かなり批判された。曰く、それは、当時の価格でも、1機あたり100億を超えていた、単価の F-15J イーグルに対し、そのような高額な戦闘機を、アメリカとの軍事同盟の関係上から、必要もないのに、日本が多数調達しようとしているという、論調が多かった。こうした自衛隊の装備品に対する批判を行う勢力の構図や構造は40年以上を経た今でもほぼ変わっていないのだと痛感させられ、 F-35 ライトニング2の総数147機の導入についてもアメリカに強制された無駄遣いとの批判をよく目にする。確かに F-15J イーグルが導入された1982年が日本の最大の仮想敵国は旧ソ連であり、旧ソ連の兵器等の性能は
よくわかっていなかったとはいえ、今になってみれば、同期の性能が、かなり、オーバースペックだったとは言えるかもしれない。しかし、その後の1991年の旧ソ連の崩壊を迎え、2000年代に入り、経済的に急成長した中国が、それに比例して、急激な軍備の拡張を行うようになると、当時世界最強とも謳われた聖空戦闘能力を持つ F-15J イーグルの存在は心強かった。そして2022年の今、すでに単純な戦闘機の配備数では中国の後陣を排すようになった日本にとって、中国が国産の第5世代戦闘機 J-20 の配備を強化する現状にあって、これに質の上で対抗するにはF-35 ライトニング2を抜きにして、日本の防衛は考えられない。F-35 ライトニング2を欠陥機であり、安倍元首相がアメリカのトランプ前政権に押し付けられたかのように言い募る一部の勢力は、そうした主張を展開するのであれば、軍事的に見て、妥当な代案を示す責任があるだろう。それをせずに、時の政権、政府を批判する政治的な材料としてのみ、日本の防衛装備品の合理的ではない不備を挙げつらうのはフェアでなく、日本の有権者に対しても説得力のある言説に聞こえる可能性は極めて薄いと思える。さて、少し話が脱線してしまったが、2022年3月にアメリカのペンタゴンが大元の F-15 の開発企業であるボーイング社に対して、日本の F-15J イーグルの近代化改修についての追加となる契約を付与したことが報じられた。今回、アメリカのペンタゴンは、日本の F-15J イーグルに向けたジャパンスーパーインターセプタープログラムに、新たに、電子戦システムに関する契約を与えたものだが、詳細な内容は開示されていない。しかし、すでに、昨年2021年春の段階で、日本側が想定していた F-15J イーグルの近代化改修に必要な電子専用の妨害システムは、アメリカ側の理由で調達が困難になるとされていたため、これを他のシステムで代替する方向性が浮上していた。具体的には、ボーイング社が手掛ける最新鋭の F-15 タル EX 型への実装が予期されている電子専用妨害システムがこれに当たるものと考えられ、この部分について追加の対応をアメリカのペンタゴンが認めたと見てよいだろう。もともと日本側では先月の2022年2月の時点で F-15J イーグルの近代化改修の総費用はおよそ6500億円弱と見積もっており、これは対象となる全68機の費用総額であり、1機あたりは約95億円ほどが必要となる計算だった。1機あたり95億円と聞くと、現在調達中の F-35 ライトニング2が A 型、B 型を合わせた平均でおよそ120億円程度となっていることから、非常に高額に思えるかもしれないが、後者は、いわば機体本体の調達費用であり、その後の運用費用までは含まない。それに対して、F-15J イーグルの近代化改修費用は、向こう30年間のランニングコストを包括した金額であり、それを考慮すれば、1機あたりの1年分の費用は、約3億円強となり、まあ妥当な範囲の金額ではないかとも思えてくる。航空自衛隊が今回のジャパンスーパーインターセプタープログラムの対象としている68機の機体は、すでにジャパンマルチステージインプルーブメントプログラムという近代化改修を経ているものである。このズムシップは、後期に製造された F-15J イーグルの短座型68機と複座型34機に実施されていたが、今回のジャパンスーパーインターセプタープログラムでは、そのうちの前者、短座型の68機に対して施されることとなる。ちなみに、このジャパンマルチステージインプルーブメントプログラムの対象とならなかった、
前期型の F-15J イーグルは、総機数で99機であり、これらは、プレムシップ機と呼称されているが、F-35 ライトニング2で代替され退役していく予定だ。では、残る68機に施される計画のジャパンスーパーインターセプタープログラムだが、その気になる内容は、今回報じられた新たな電子戦システムに加え、より多くの目標への同時対処能力を高めたレーダー類が、まず挙げられる。これに続いて、敵目標を、その射程距離外から攻撃することが可能となる兵装、いわゆるスタンドオフミサイルの実装と、それらの搭載数を増加させることが、主たる内容となっており、より遠距離へより、多くの火力を投射するものと言えそうだ。ジャパンスーパーインターセプタープログラムの改修が予定されている機体は、1985年以後に納入されたもののため、今後30年の運用を考慮した場合には、60年を超えることも想定され、かなり長い期間現役を続ける可能性がある。2017年頃には、F-15J イーグルに、さらなる近代化改修を施すことで、スタンドオフミサイルとして、ロッキード・マーチン社が製造している、ルラセム空対艦ミサイルを統合しようとの構想があったが、これは、費用の高騰から、見送られることとなっていた。しかし、日本としては、海洋進出著しい中国海軍艦艇に対抗する長射程の空、対艦ミサイルの装備は必須であることから、この代替案としては、現在、陸上自衛隊が配備中の12式の能力向上型の一つに空、対艦型を用意し、これに充当する方向となっている。この12式地対艦誘導弾の能力向上型の一つである、新型の空対艦ミサイルは、F-2 戦闘機による運用が想定されているが、同機も、2035年頃より、退役が開始される予定であるため、これを代替する次期戦闘機が、その任を引き継ぐのかも、注目点となるだろう。ロシア海軍の揚陸艦4隻が相次いで津軽海峡を通過しました。案内人の浅香です。今回はロシア軍のウクライナ侵攻での部隊配備失敗について詳しく見ていきます。防衛省も監視を強化していますし、日本への対応も変化しました。ここから中国とロシアそれに北朝鮮の動きが変わる局面になってきます。日米大強化、A5 との連携強化も必要になります。2022年3月16日に防衛省統合幕僚監部が3月15日の午後8時ごろ、青森県下北半島の北東端にある、尻屋崎の東北東約 70km の海上において、ロシア海軍のアリゲーター4級戦車揚陸艦1隻、及び、ロプチャー1級戦車揚陸艦1隻の合計2隻が、西に向けて航行しているのを確認したと、発表した。さらに、16日の午前7時ごろには、同じく、尻屋崎の東北東約220、
km の海域を15日に航行していたものとは異なる、ロプチャー I 級戦車揚陸艦1隻、および、ロプチャー2級戦車揚陸艦1隻の合計2隻も、西に航行しているのと確認したと、発表されている。海上自衛隊では、青森県八戸航空基地の第2航空群第2航空隊所属の P-3C 哨戒機と、青森県大港基地の第7護衛隊所属の護衛艦、しらぬい DD120 を派遣して、情報収集と警戒監視に当たらせていたところ、これら4隻の揚陸艦は、いずれも、そのまま津軽海峡を前進して、日本海へ入ったのを確認したと、公表した。ロシア海軍の艦艇が、堂々と日本を挑発するかのように、津軽海峡を通行したことに、インターネット掲示板や SNS では、怒りや懸念が渦巻いていて、なぜ黙って通過させてしまうのか、などとの抗議が挙げられているのだが、北海道周辺の津軽海峡や宗谷海峡は、国連海洋法条約による国際海峡とされていて、敵性国家の軍艦であっても、明らかに日本を攻撃しようとの姿勢を見せない限りは、通過通行権が認められており、その航行を妨害することが禁じられているので、自衛隊ができることは、警戒監視をするのみなのである。また、ロシア海軍艦艇による津軽海峡通過は、3月10日と14日にも発生している。3月10日午前2時頃に、ウダロイ19駆逐艦1隻、ステレグシチー2級フリゲート艦、23080型警備艦、4隻、グリシャ級コルベット艦、1124型小型対戦艦、2隻、補給艦1隻、潜水艦救難艦1隻、公用衛船1隻から、なる10隻の艦隊が、太平洋側から、津軽海峡を通過して、日本海に抜けたことを、防衛省が、11日に発表している。例年であれば、ロシア海軍太平洋艦隊は、流氷のないウラジオストク沖合の日本海で、小規模の演習を行う程度であるのだが、この時期に流氷を漂っている、危険があるオホーツク海や、クリール列島、千島列島東の太平洋上で、演習を行ったのは、極めて、異例のこととされている。これら10隻が、津軽海峡を通過する際の画像が、防衛省から公表されているが、気になるのは、いずれの艦も、塗装が、汚く錆が浮いていることである。1960年代に開発された、グリシャ級コルベット艦は就役してから、相当の年数が経過しているため、ある程度の錆は、やむを得ないとしても、ウダロイ級駆逐艦や新型艦とも言える、ステレグシチー2級フリゲート艦まで、錆が目立つのは、しっかり整備が行き届いてないのではないかとの指摘もある。ソ連が崩壊してから、ロシアの経済が安定せず、太平洋艦隊が予算を削減されたために、稼働率が著しく低下したとの噂は、耳にしたことがあるが、近年でも苦しい中で、やりくりをしているのではないかと見られている。そのロシア海軍艦艇は、さらに、3月14日には、宗谷海峡に姿を現し、キロ級通常動力攻撃型潜水艦3隻、ウダロイ級駆逐艦1隻、マーシャルネデリン級ミサイル観測支援艦1隻、公用衛船1隻、砕氷艦、商船の6隻が、宗谷海峡を前進した。ロシア海軍では、ウクライナへの侵略開始前の1月20日に、ロシア周辺の全海域において所属する、戦闘艦や支援艦など140隻、海軍航空機60機、兵士1万人以上が、大西洋、北海、地中海、黒海、オホーツク海、太平洋などに展開して、大規模演習を実施すると発表していたが、この時点で、ロシア陸軍が、ウクライナ国境付近に、陸上兵力を集結させていることが問題となっていた。このロシア海軍による大規模演習は、
その動きに呼応するものとして注目されており、2月に入ってからは、ロシア海軍太平洋艦隊の駆逐艦、フリゲート艦など24隻が、オホーツク海や日本海で、演習や訓練を展開しているのを、海上自衛隊が確認していた。日本では、かつてなかったほど、多数のロシア海軍艦艇が、津軽海峡や宗谷海峡を通過したため、ウクライナ危機に関連づけて、論評を述べる軍事評論家が多かったが、3月10日、14日に、津軽海峡や宗谷海峡を通過した、これらの水上艦艇や、潜水艦の中には、特に脅威に感じる類の艦はなく、上記の大規模演習に参加していた艦が、演習が、終了後に、ウラジオストクに寄港する、最短ルートを通過しただけとする見方が出ている。実は、これらの艦艇の中で、気になる存在は、3隻のキロ級通常動力攻撃型潜水艦だと、指摘する声がある。これらは、ロシア海軍が、キロ級を改良して、巡航ミサイル、カリブルを、魚雷発射艦から、発射することが可能な、636.3 型、ではないかと見られているのである。この、636.3 型は2019年11月以降太平洋艦隊に同型潜水艦のペトロパブロフスクカムチャツキーとボルホフが配備されており、2021年10月には636.3 型3隻目のマガダンがロシア北西部の造船所で建造されて就役し太平洋艦隊に配属されたと言われており、今回確認された3隻が 636.3 型ではないかと見られている。2022年1月にボルホフが巡航ミサイルカリブルの発射演習が日本海で実施され、1000km 以上先のカムチャツカ半島ハバロフスク周辺の海岸に設定された陸上の攻撃目標に命中したとしてロシア国防省が発表している。この追艦、対地巡航ミサイル、カリブルは、アメリカ軍のトマホークに匹敵する長距離巡航ミサイルで、発射するプラットフォームは、潜水艦、水上艦、陸上など多岐にわたり、潜水艦発射型は、533mm 魚雷発射艦から、水上艦では、3S14UKSK-VLS 垂直発射システムから発射されるために、基本的に、すべてのタイプのミサイル直径は、533mm で出雷されている。対地攻撃用の潜水艦発射型のカリブルは、全長 6.2m、直径 0.533m、重量 1770kg、弾頭重量 450kg、弾頭 HE、榴弾で、その射程は、670km 超であることが、2017年のシリア内戦において、未然にて確認されている。そして、今回15日から16日にかけて、4隻の揚陸艦が、車両を満載して、津軽海峡を通過したことについて、極東の部隊から3から4000人ほどをウクライナへ増援しているとする、軍事アナリストがいるが、これには、さすがに無理があるとの反論があり、千島列島配備のロシア軍陸上部隊は8000人ほどとされているのに、その半数近くをシベリア鉄道で1週間かけてウクライナに輸送するなどありえないとの指摘がある。いくらウクライナで苦戦が伝えられ、戦力の消耗が著しいとしても、わざわざ極東から兵を輸送することはないと考えられ、これら揚陸艦は、演習前にウラジオストクから輸送した陸上部隊を再び乗せて水上戦闘艦と同様に寄港するだけと見る向きが多い。
海上自衛隊が誇る最新鋭大型潜水艦はクゲイ。2019年、平成31年1月25日に起工、2021年、令和3年、10月14日に、命名式と進水式が無事終了しました。平成最後に、建造がスタートした、潜水艦ということになりますね。この白鯨には、リチウムイオン電池が採用されました。今回は、この最新鋭潜水艦に、リチウムイオン電池が採用された理由について紹介したいと思います。潜水艦といえば、どんなことを連想しますか？第二次世界大戦時のドイツ海軍の U ボート。釣り船と衝突して沈没させ、犠牲者を出した名出しを。あるいは、水産高校の練習船愛媛丸を沈没させたアメリカの原潜でしょうか？どれも、あまりいいイメージではないのですが、潜水艦という、存在自体が他者に存在を知られないことを最優先としているため、秘密裏に行動せざるを得ないわけです。ということは、他の者は、ここに潜水艦がいることなどわかりっこありませんから、思いがけない悲劇も発生してしまうのです。発生させた事故の対応や責任が、一番問題になるでしょうが。そんなわけですから、潜水艦というものはミステリアスな兵器と言ってよいでしょう。国防に深く関わるがゆえに、データは一切非公開です。想像するしかありません。例えば、潜水艦の艦隊に使われている合材から推測すると、水圧に強いことはわかりますから、思っている以上に深く潜れるのではないかと思われるのですが、正確なところは不明です。情報非公開は日本だけではありません。世界的にも、潜水艦の潜水深度や水中スピード、連続で潜航できる時間などの情報は非公開です。最高機密ですから、当然といえば当然ですよね。海自の潜水艦は、通常動力潜水艦では、世界最高レベルにあると言われています。では、推定されるスペックについて見てみましょう。海鯨にリチウムイオン電池を搭載していることは前述の通りですが、それ以外の艦としては、そう、竜型潜水艦11番艦桜竜、12番艦東竜の2艦です。そう、竜型潜水艦は、大型の通常動力潜水艦で、10番艦昇竜までは、非待機依存推進方式、AIP のスターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用しています。11番艦桜竜、12番艦東竜は、ディーゼルエレクトリック方式の上に、リチウムイオン蓄電池を搭載しています。二重に使えるの？と素人は、考えてしまいますよね。実は、当初計画では、そう、竜型潜水艦は、潜航中の動力として、燃料電池搭載を検討していたのですが、このことは、一般的には、あまり知られていませんでした。この燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電させる電池のことです。私たちが、日常生活で利用する乾電池などは、二次電池と呼ばれるようですが、それと全く異なり、様々な燃料を補充することによって、永続的に発電可能であり、同時に、発電効率が高い電池なので、各分野で研究が進められているものなのです。昔の技術研究本部、今は防衛装備庁となっていますが、そこでは、当初は、ナトリウムアマルガム燃料電池を搭載することを検討していたのですが、使用する水銀が大量に必要でした。水銀は
以前体温計などにも使われていましたが、公害などの問題があり、現在では使用が禁じられていますね。ナトリウムアマルガム燃料電池を断念した後は、酸素、水素型電池の開発に変え、実用化にはこぎつけたのですが、いざ潜水艦に搭載しようとした時には、燃料である液体酸素を取り扱うことに関して、不安があったため、二の足を踏んでいました。こういった経緯から、そう、流型潜水艦には、非待機依存推進方式のスターリング機関を搭載しました。その一方、水面下では、次世代潜水艦用の蓄電池である、リチウムイオン蓄電池の開発を進めていたのです。ここで、リチウムイオン蓄電池の利点を紹介します。まず、鉛蓄電池のデメリットとされた、水素ガスが発生しません。また、エネルギー密度が2倍以上で、なおかつ区界し密流放電回数は 1.5 倍になったそうです。しかも、充電時間も短縮され、放電したことによる電気容量の低下も少なく、長い時間効率放電ができるということなどが挙げられます。まさに、海底で任務を行う潜水艦として、優秀な特性を発揮することが可能と推定されています。リチウムイオン電池を載せる際に、そう、流型のスターリング AIP 機関は、そのままで、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法、もしくは、スターリング AIP システムも含めて、すべてをリチウムイオン蓄電池と置き換える方法の2つが検討されたそうです。その結果、AIP も含めて置き換える方が、経費は高くなりますが、水中出力が大きくなり、しかも、連続潜航時間も長くなるという判断から、すべてを置き換えることになったのでした。リチウムイオン蓄電池には、いいことばかりのように思えますが、デメリットもあります。馬力がスターリング AIP システムを搭載した艦と比較すると、8000馬力から5600馬力に2400馬力ほど低下しているのです。横流、東流に関しては10番艦までと比べると、水中での瞬発的最大スピードが20ノット、時速37系、メートルから18ノット、時速33系、メートルに低下したという単純計算になるのですが、鉛蓄電池は高出力を発揮できる時間は意外と短くて、10番艦までは最高出力20ノットを出せるのはたったの5分間しかありません。連続潜航時には16ノットしか出せないと言います。リチウムイオン蓄電池なら、長い時間、持続的に高い出力を発揮できるので、横流、東流の連続潜航時の水中速度は、2ノット増えて、18ノットが維持できるそうです。連続潜航時間も、10番艦までは2週間だったのですが、1ヶ月と約倍に伸びているようです。と言っても、通常型潜水艦ですから、半永久的に潜航できる源泉と比較すれば、いまいち物足りないと感じるかもしれませんね。しかし、どんな艦艇でも人間が乗り組んで動かすのです。半永久的と言っても、食料の補給、乗組員の精神的休養のためには、定期的に海上に浮上する必要があります。それを思えば、連続潜航時間1ヶ月というのは十分ではないかと思われますよね。以前、双流型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式は、フル充電のために必要な航行時間が5から7時間と言われていましたが、リチウムイオン蓄電池は、急速充電により、2から3時間で済みます。ということは、作戦運用上の充電航行時間が大幅に短縮されることにつながりますから、
敵から発見されるリスクも減ることになります。また、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の、そう、流型では、AIP だけでの先行も可能なので、充電用の航行をせずに、先行もできますが、この場合の水中スピードは、約5ノットになってしまいます。この数値は実用的ではありません。何回もお話ししていますが、潜水艦の最大潜航深度は最高機密ですから、防衛省は公表していません。しかし、そう、流型の潜航深度は、600メートルから700メートルと推測はできます。さらに言えば、そう、流型艦隊には、世界でも、最高水準の鋼材 NS110 鋼材が使用されています。これは、理論上、1000メートルの水圧にも耐えられるとされていますから、最大900メートルまで潜航は可能とも考えられています。では、こういう予測が立てられるのはなぜかと言いますと、海外製通常動力潜水艦の輸出タイプは、スペックの概略を公表することが義務付けられているからです。最大潜航深度は、ロシアのキロ級潜水艦が300メートル程度、ドイツの200級型が300メートル、214型が400メートル程度と公表されているのです。また、原潜は、一般的に、500メートルから700メートルで、アメリカの高性能原潜シーウルフ級が900メートルから1000メートルと言われています。アメリカ海軍主力のロサンゼルス級原潜は最大潜航深度600メートルと言われていますから、そう、流型や次世代大鯨型の推定最大潜航深度は原潜と比べても引けを取らないので、中国やロシアの原潜であっても、十分に対抗できるスキルを備えていると思われます。何より、潜水艦の最重要項目である、静粛性についても、海自潜水艦クルーは、世界でトップクラスです。例えば中国ですが、よく言えば賑やかな、悪く言えば、うるさい人たちが乗り組んでいる、中国の原潜と比較すると、スペックは、はるかかに上位と言い切っても良いと考えます。案内人の浅香です。今回は、海上自衛隊へ隊芸、潜水艦引き渡しに関する話を詳しく見ていきます。やはり、世界一との呼び声も高い海上自衛隊潜水艦です。原理力潜水艦を凌駕しているのもまた事実。中国の原潜では、20年叶いません。韓国は論外ですけど。2022年3月9日にかねてより、三菱重工業者が建造中であった、海上自衛隊の新型潜水艦、大鯨型一番艦の、
太平が収益を迎え、同社神戸造船所から引き渡しが行われ、新たな日本の海の防衛戦力に加わった。太平は2018年3月に起工、2020年10月に進水と準備が進められてきた艦艇であり、予定通りに今回無事収益を迎えて、海上自衛隊の横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に配備されることとなった。今回の太平の収益によって、海上自衛隊では、親潮型9隻、双竜型12隻、太平型1隻の合計22隻の実戦配備の潜水艦隊を有することとなり、平成23年度以降にかかる防衛計画の大綱、22大綱以来の目標値をひとまず達成した。防衛計画の大綱とは、日本国の基本の安全保障政策をおよそ10年前後のスパンで定めたものであるが、この2022年3月までで6度にわたって策定されており、最新のものは平成31年度以降にかかる防衛計画の大綱、30大綱となっている。日本では、これら防衛計画の大綱の下で、さらに、5年単位の中期防衛力整備計画、中期防を定め、ここで、防衛計画の実現に必要となる、具体的な防衛装備品の調達数量を明確にして、陸海空3自衛隊の戦力の整備を行っている。前述したように、防衛計画の大綱とは、およそ10年前後のスパンで定めることが基本とは定義されているものの、周辺諸国との安全保障環境の変化に対応するため、必ずしもその期間で更新されるものとはなっていない。そのため、防衛計画の大綱は、昭和52年度の51大綱、平成8年度の07大綱、平成17年度の16大綱、平成23年度の22大綱、平成26年度の25大綱、平成31年度の30大綱と、近年は更新頻度が高まっている。防衛計画の大綱が開始された当初は、米ソの冷戦時期であり、日本の防衛も、旧ソ連を最大の仮想敵国とした陸上自衛隊の充実に、重点が置かれていたことが伺えるが、昨今は、その対象とする脅威が変わり、中身も、それに応じて変化してきている。これは、主として、2万年代以降に、急速に、経済力の発展と呼応し、軍備の拡張をも推進してきている中国が、最大の仮想敵国となったことが、大きく影響しており、それによって調達する装備の、内容や傾向も、様変わりしている状態にある。ざっくり見れば、陸上自衛隊では、戦車や火砲といった、北海道への旧ソ連の上陸侵攻を抑止する意味合いの強かった装備品が減少、地対艦誘導弾を保有する部隊の強化や、水陸機動団の新設など南西諸島防衛を意識したものとなっている。また、航空自衛隊では、平成17年度の16大綱まで保有する戦闘機を含む航空機総数が減少傾向にあったが、中国への対応を鑑みて、平成23年度の22大綱から、再び、緩やかながらも増加に転じていることが見て取れる。そんな中で、海上自衛隊であるが、やはり、平成17年度の16大綱までは、護衛艦、航空機ともに、減少傾向にあったが、日本の広い領海を防衛するための戦力の要たる潜水艦は、当初より16隻体制を維持することとされており扱いが、少し異なっていた。そして、懸案となった、平成23年度の22大綱からは、潜水艦22隻体制が打ち出され、さらなる増強を目指すこととなり、並行して、それまで減少に転じていた護衛艦や航空機も、これを境に増強する方針に改められたことがわかる。
という具合に前置きが長くなったが、平成23年度の22大綱で示された海上自衛隊の潜水艦22隻体制は、ようやくこのほど実現に至ったものといえ、さらに、太平洋型2番艦の枠芸、はじめ4番艦までの建造に着手されている。これら2番艦、枠芸、以下の太平洋型が、来年以降も、今の年1隻ずつのペースで収益をして増え続ければ、今の潜水艦22隻体制を超えて、毎年増加することになるのだが、そう簡単に、そのまま単純な計算通りにはいかない。それは、今回の、太平洋の収益で、2代前の艦となってしまった、親潮型9隻が、すでに、2隻が、練習用の潜水艦へと、艦種の変更を受けているのと同様に、実戦配備中の3番艦、渦潮以後の艦も、逐次、その対応となる、可能性があるからだ。ただし、海上自衛隊でも際限なく、練習用の潜水艦を増加させるわけにもいかないであろうことから、現状とは異なる保管方法を採用して、親潮型の保全を図る可能性はあり、また、1番艦、親潮らが、順番に退役するのかもしれない。ちなみに、1番艦、親潮は、1994年に寄港され、1998年に就役、2015年に、練習用の潜水艦となっており、寄港からは28年が経過しているが、同型の建造も、すべて1年に1隻のペースで進められたため、以後も、順送りで、同様の期間が経過することとなる。親潮型の前級にあたる春氏、小型は、1987年から全7隻が建造されたが、そのうち3隻が練習用潜水艦とされた後、最終の7番艦で1992年に寄港された朝潮も25年後となった2017年には退役しており、今の親潮型よりも稼働期間は短かった。さて、太平洋に話を戻せば、基準排水量は約3000トン。全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルであり、機関はディーゼルエレクトリック方式で、最大出力は6000馬力、最大速度は20ノットと公表されている。太平洋の機関部のディーゼルエレクトリック方式は、補足はディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機の組み合わせであり、この構成も、前級である、そう、流型の最終の2隻と同様を踏襲したものとなっている。そう、流型の11番艦、横流から実装されたこの機関構成は、同艦の収益時の2020年3月時には、世界初の実用化された、軍事用の潜水艦だとして、日本のみならず、世界の関係者の注目を集めたが、それに比べれば、太平洋のインパクトはやや薄い。しかし、未だ、通常動力型の軍事用の潜水艦としては、リチウムイオン蓄電池の搭載艦は、日本の海上自衛隊以外には存在せず、韓国の土産アンチャン補給潜水艦が、2世代目のバッチ2から、採用見込みとなっているのみである。太平洋の製造元である三菱重工業者は自社のホームページ上で同艦の紹介をしているが、それによれば前級の双流型と比して索敵能力の向上したソーナーシステム、静粛性を高めた船体構造が特徴だと記述されている。太平洋型は、そう、流型の正常進化版とでも言うべき潜水艦であり、全体のフォルム、X 価値の採用、そして前述の機関構成など、主要な要素をすべて踏襲しており、目に見える形での新機軸は、ほとんど採用されてはいない。このため、全体の設計やフォルムが刷新されるのは、次級の潜水艦からということになりそうだが、昨年2021年9月に、
オーストラリアがアメリカ・イギリスとの新たな軍事同盟オーカスを締結したことは、日本の今後の潜水艦にも影響を与えそうだ。これを皮切りに、連続航行時間や距離が燃料補給という点から利点が多い原子力潜水艦の保有を日本も検討すべきとの声が大きくなってはいるが、日本が通常動力型と原子力推進型の2本立ての潜水艦を運用するのは果たして現実的なのかと疑問に思える。世界情勢が劇的な変化を見せる中、尖閣へ中国海峡局の侵入頻度は日に日に増してきています。今回は尖閣への離島防衛など想定できるシナリオを詳しく見てきます。海上保安庁が無人偵察機を導入する中、ますます尖閣の警備は強化されていきます。2022年4月、世界中の耳目が、ウクライナでの同国軍とロシア軍との攻防に、等しく注がれる状況下でも、中国海警局の艦艇による、尖閣諸島周辺海域への圧力は継続されており、接続水域への複数の侵入が確認されている。こうした傾向は、2018年より、ひときわ顕著であり、同年に延べ、159日で、615隻に及んだ後、2019年には延べ282日で1000隻を優に超え、さらに2020年には延べ333日で1100隻を超過すると、その数は増加の一途をたどっている。そのため、近年ではほぼ毎日のように中国海警局の艦艇が尖閣諸島周辺海域に出没しており、また、こうした侵入頻度のみならず、そこに投入される艦艇自体も年々大型化しており、排水量で2000トン超のものが半数以上に達している。こうした中国海警局の艦艇は、尖閣諸島周辺海域に出漁する日本の民間漁船の活動を妨害することを主任務にしており、異常で危険な接近を日常的に繰り返しては、日本側の漁船を、その海域から排除する役割を果たしている。中国海警局の艦艇の運用形式も、4隻を1セットとする集団体制が、このところ定着した感もあったが、同局の艦艇数増加と、大型船の複数配備も相まってか、そこから、さらに2隻ずつ、に分かれたり、一隻の大型船のみで止まるなど多様化してきている。尖閣諸島周辺海域で警備行動を担う海上保安庁は、基本的に相手である中国海警局の艦艇に、倍の数の巡視船で当たる方式で運用されているが、艦艇の数の上でも大幅に下回っており、劣勢を強いられている。
ることは疑いようがない。何より、海上保安庁は、日本の領海の安全を守るための海上における警察力を担う組織であり、日本の法体系の中でも、海上保安庁法第25条に定める通り、軍事的な機能は有せず、したがって、軍事的な行動も取り得ないことが、明確に定義されている。海上保安庁は、太平洋戦争後に、アメリカの沿岸警備隊を規範にして創設された経緯があるが、アメリカの沿岸警備隊は、同国軍の一つに数えられており、むしろ、2018年以降武装警察の傘下となった中国海警局の方がそれに近いだろう。ただし、海上保安庁も昨今の日本海における北朝鮮とおぼしき不審船への対応やソマリアでの海賊対策等によって海上自衛隊との連携行動を強化する方向に進んでおり、両者での合同訓練が行われるなど協調を強めてはいる。中国が尖閣諸島周辺海域への進出を激化させてきたのは、同島の国有化を日本が進めた2012年以降であり、増強を続ける中国海警局を前面に出し、海上の警察力を行使する体で、その領有権の主張を本格化させる口実として利用している。そうした状況を鑑みた場合、故、石原東京都知事が、この問題をクローズアップさせたことが、現在の中国の強硬な姿勢を発生させたとの批判も、一部にはあるが、南シナ海等での強引な海洋進出を見れば、遅かれ早かれ同様の事態に陥っただろう。現在の日本と中国とが、互いに領有権を主張する、尖閣諸島の問題の起点がどこにあったかと歴史を遡れば、それは太平洋戦争後にアメリカの施政下に置かれた沖縄が日本へと返還されることとなった時期だと見る向きが多い。実際の沖縄返還は1972年の出来事であるが、これに先立つこと3年前の1969年11月に、時の日本の佐藤首相とアメリカのニクソン大統領とが、その実施を表明。その時点では、尖閣諸島も、この返還対象の島々に含まれることが明示されていた。しかし、これに横槍を入れたのが、当時の台湾の蒋介石総統であり、沖縄返還には、尖閣諸島、台湾、中国では、釣魚台と呼称は含まないようにと、ニクソン大統領に直訴したと言われており、今も台湾政府はこの姿勢を崩していない。当時の台湾は太平洋戦争後に戦勝国として、いわゆる中国を代表する国家の地位にあったが、実際に中国大陸を支配していた共産中国にその座を奪われる間際にあり、アメリカも共産中国との国交樹立を目指していた。これはベトナム戦争で国内外ともに疲弊したアメリカが、同戦争からの撤収をスムーズに行う必要性から、実質的な大国となりつつあった中国の協力を欲していたという、政治的な構造が出来上がっていたからに他ならない。台湾の蒋介石総統は、自国が、正当な、中国であるという看板を下ろすことには、無論抵抗はあったと思われるが、事実上それまで唱えていた、中国大陸への反攻作戦によって、その座を守ることは不可能だと判断し、身を取ったとも言えるだろう。ちょうど同じ1969年5月に、国際連合のアジア極東経済委員会が、尖閣諸島の周辺海域の海底には、莫大な埋蔵量の油田が存在する可能性を指摘することを発表しており、蒋介石総統は、共産中国の中国認定と引き換えに、これを占有すべきと考えたと思われる。そのため、1971年6月になると蒋介石総統は、台湾の尖閣諸島領有を公式に表明するに至り、
アメリカのニクソン大統領は、その4ヶ月後の10月に、同国議会において、尖閣諸島について、新たな表現を使用することと相なった。それは、アメリカは、日本に、沖縄の島々の一つとして、尖閣諸島を含めて返還するものの、それには、同等の領有を意味する主権は、含まれずし、政権に止まるとの表現であり、これまでのアメリカの政治的立場を転換するものだった。アメリカの尖閣諸島をめぐる、この政治的な解釈の変更によって、共産中国も、素早い動きを見せ、2月後の1969年12月には、同等の領有権を台湾に引き続いて主張するようになり、ここに現在に至る、関係国の構図が完成することとなった。当時の日本政府も、無論、このアメリカの路線変更を問題視することとはなったが、台湾にしろ中国にし、露国際法上で求められる領有権の主張の源となる具体的根拠は、示しておらず、日本側に分があると判断したことは否めない。日本は、1885年から10年の歳月をかけて、尖閣諸島の現地での調査を念入りに実施し、当時、無人島で、かつ、周辺諸国のいずれにも領有されていないことを確かめた上で、沖縄県への編入を行っており、国際法にも合致していると判断している。ただし、時の日本政府も、アメリカと同様に、共産中国との国交の回復を、外交上の大きな方針として推進したのも事実であり、中国が、今のような共産党による、軍事独裁国家となる危険性は、のほども予想していなかったとも言えるだろう。その後、日本は台湾との間では、尖閣諸島周辺海域における、漁業上の取り決めを政治的に締結することによって、同諸島の領有権の問題の顕在化を防いできたと言えるが、1980年代以降、急速に国力を増してきた共産中国からの脅威に直面する。まず、共産中国は、1992年2月に、自国の領海法に、尖閣諸島が、その領土として含まれるとする文言を明文化、今に続く領土的野心をあらわにすると、2009年には、海道保護法を制定して、尖閣諸島をはじめとする、東シナ海や南シナ海での活動を本格化させた。ここに、中国は、現在の中国海警局の前身にあたる、国家海洋局に所属する艦艇を、尖閣諸島周辺海域に差し向けるようになり、日中国交回復時には、一旦棚上げされてきた。同等の帰属を規制事実化する実力行使を始めることとなり現在に至っている。早速ですが、今回は、
海上自衛隊の潜水艦について詳しく見ていきます。電池の革新的な革命が起きていますが、今後もっとハイテクな電池が出てくるでしょう。スターリングエンジンの相性も変化する時代も来るかもしれませんね。海上自衛隊の潜水艦、横流型の11番艦、横流と12番艦、東流は、世界で、初めて、リチウムイオン蓄電池を搭載した、通常動力型潜水艦で、それぞれ2020年3月5日と、2021年3月24日に就役したばかりの最新鋭潜水艦である。2021年9月現在の海上自衛隊においては、総流型、12隻を主力として、親潮型、9隻、他に、練習潜水艦として2隻、が就役中で、2022年3月には、横流、東流に続いて、リチウムイオン蓄電池を搭載、現在偽装中の、太平型、1番艦、太平の就役が予定されている。このように、近年の海上自衛隊潜水艦では、リチウムイオン蓄電池搭載が主流となっているのであるが、これに対して、中国メディアからは、疑問を呈する記事が散見されている。今日、頭上では、2018年10月19日に、横流に、リチウムイオン蓄電池が採用されたことに触れ、その利点について、紹介をしながら、中国海軍が採用しない理由を紹介した記事を挙げている。リチウムイオン蓄電池の利点については、電気自動車にも使われていて、これまでの電池の3倍の蓄電量があって、潜水艦の潜航時間が伸びると、していながらも、発火しやすいという潜水艦に使用するのに、致命的な欠点があるとして、中国海軍が、潜水艦に採用しない、理由であるとしている。また、同じく、中国メディアの海自新も、2018年、10月24日に、横流について触れ、日本の潜水艦建造技術は、中国より15年進んでいると言われるが、発火しやすいリチウムイオン蓄電池を採用したことは、致命的な欠点であるとの記事を掲載している。こちらの記事では、2013年に発生したボーイング787旅客機でのリチウムイオン蓄電池の発火事故を挙げて、日本は、原子力潜水艦を保持できないために発火しやすいリチウムイオン蓄電池に頼らざるを得ないのであろうとの持論を展開した。確かに、ノートパソコンやスマートフォンでのリチウムイオン電池の発火事故が相次いだ時もあって、発火しやすいイメージがあるが、日本では、1997年より、防衛省の技術研究本部において、潜水艦用蓄電池としてのリチウムイオン蓄電池の研究を進めており、その成果として、安全性を確保して搭載しているのである。実際に、横流が浸水した、2018年10月以降、2021年9月時点までにおいて、リチウムイオン蓄電池の発火による、事故や改修工事などの報告はなく、横流、東流、ともに、通常の任務を遂行していることからも、その安全性は明らかで、今日頭上と海自身の指摘は、当たらないと考えられる。今日頭上にせよ、海自身にせよ、記事は、横流の浸水直後に掲載されたもので、その後2021年9月時点まで、特に、リチウムイオン蓄電池関連の記事は、見当たらない。いずれにせよ、技術的に先を越された、負け惜しみ的な記事を書いてみたものの、日本のリチウムイオン蓄電池が、潜水艦に搭載しても、問題のないレベルに達していることを認めざるを得ず、沈黙するより、他ないのかもしれない。なお、このリチウムイオン蓄電池を潜水艦に搭載する利点については、日本のインターネット上でも、誤解をしている記事が散見される。総流型の10番艦までは、潜航時の動力として、鉛蓄電池と AIP、非待機依存推進である、スターリング機関が使用されていて、
このことを受けて、鉛蓄電池をリチウムイオン蓄電池に変えたことで、静音性が高まったとしているものがあるが、音が静かになったとされるのは、オウリュウでは、スターリング機構が廃止され、その回音がなくなったことに由来するもので、電池が静かになったのではない。双竜型においては、中盤管までついても、その静粛性は、前型の親潮型よりも高められていて、世界でも最高水準であり、オウリュウ、東竜との差は、ほとんどないと言えるのだ。ところで、双竜型よりはうるさいとされる前型の親潮型であるが、それでも、かなりの静粛性を持つことを証明する出来事があった。2018年9月17日に、防衛省から海上自衛隊による南シナ海での対潜水艦戦を想定した訓練を実施したとの発表があり、海上艦艇だけでなく潜水艦が参加していたことが明らかされたのであるが、このような訓練において潜水艦が参加していたことを発表したことが極めて異例であるとされている。この訓練は9月13日に海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲型2番艦加賀とミサイル護衛艦村雨型の稲妻、秋月型の鈴月の3隻に加えて潜水艦親潮型の黒潮が3回して、黒潮を仮想敵国潜水艦と想定しての対潜水艦戦模擬訓練であったという。通常このような軍事演習では秘匿性の高い潜水艦の参加や行動については発表されないのが常であるが、この訓練においては参加潜水艦の艦名を公表したのである。訓練は中国が南シナ海で領有権を主張する根拠としている九段線の内側といういわば中国の領海内で実施されており、当然のことながら中国海軍は複数の原子力潜水艦を派遣して警戒と情報収集を実施していたであろうと推定されるが、対潜訓練であることからして護衛艦側は賑やかな中国海軍原子力潜水艦が潜んでいることをキャッチし、その動きを随時把握していたはずである。それらのことから、もし中国潜水艦が潜水艦黒潮の動きを察知できなかったと判断し得る事実を海上自衛隊が掴んでいたとするならば、黒潮の存在を明らかにすることで、中国海軍が海上自衛隊の潜水艦を探知することができないことを明らかにしたことになり、中国を牽制することになるのだ。今回異例とされている黒潮参加の公表と、当時の安倍首相が海上自衛隊では15年前からこのような訓練を実施していると語ったことは、九段線内の海域において中国海軍が探知できない日本の潜水艦が常に潜んでいることを伝え、中国の強引な海洋進出への抑止力としようとする意図が感じ取れるのである。日本の海上自衛隊においては、中国海軍が探知できないとされる親潮型潜水艦よりもさらに静粛性とステルス性が高められている双竜型が現在の主力で、その次には最新鋭の対ゲイ型潜水艦が控えている。中国海軍も原子力潜水艦の静粛性を高めた新型を開発しているとされているが、動力を原子力としている以上は機関停止ができないことや熱排水の問題がつきまとい、その探知は可能である。中国原子力潜水艦に対する海上自衛隊潜水艦の優位性はこの先しばらく揺るがないと思われ、大きな抑止力として頼もしい存在となるであろう。